ハーシュタの位置、ハーシュタは、ノルウェー・トロムス県の都市、及び、それを含む、基礎自治体。基礎自治体としての面積は372、平方キロメートル、域内人口23,242人、北極圏のおよそ250キロ北に位置する、トロムス県、第2の都市で、北部ノルウェーで3位の人口を持つ、夜のハーシュタ・ハーシュタは、トロムス県南部の2つの島に位置している。 ノルウェーで、スバールパル諸島に次いで2番目に、大きな品島に大部分がある。北部はグリトや島の南部を占める。南西を、トジェルドスン教で本土のスコンランと繋がっている。域内には、多くの小島が含まれる。ヌールラン県とンの境界付近北部ノルウェーの、石油産業は、ハーシュタを中心としている。しかしハーシュタには造船所や、経済上重要な産業も抱えている。ハーシュタ周辺は、 北部ノルウェーの昔からの農業地帯で工作に適した富んだ土地がある。ハーシュタでは5月22日から7月18日までビアクヤが楽しめる。日中の平均気温は摂氏12度から摂氏24度の間である。冬季にはオーロラが見られる。太陽は11月30日から1月12日まで見られない。この地域の降雪は穏やかで、 驚くべきことに平均最高気温が摂氏4度から摂氏10度の間であるトロンデネス協会近年3000年前と2600年前のものとみられる青銅器がトロンデネス半島で見つかったこれらは海岸近くの墓地に一緒に埋められたもので青銅器文化がハーシュタチ紀元200年頃の鉄器時代の考古学的証拠も見つかっているトロンデネスはヘイムスクリングラーの中で バイキング時代に待合場所となり、重要案件を議論する場所として、勢力を持っていたことが記されている。思考外のトロンデネス教会は、世界で最北にある中世の教会で、その起源は13世紀から15世紀に遡ることができる。ハーシュタは、第二次世界大戦中にあまり被害を受けなかった。ノルウェーでは、数少ない都市の一つである。古い農地、ハーシュタにちなむ。 ハートハーは、おそらく人名であると言われており、後半のスタサーは、農地を意味する。1953年より、現在の紋章である、銀と白の波、青色は海を象徴化している。毎年北ノルウェーフェスティバルが開催される。ハーシュタ大学には、約1100名が学ぶ。近隣にある空港は、本土にあるハーシュタ、ナルビク空港で45キロ離れている。 ハーシタに停泊する客船コングハーラル号、ありがとうございます。